皆さんこんばんは。全部甘酢です。えっ、ー、と、これはもう、あのそのうちいつかやらなければいけなかったということなんで、やっていきましょう。えっ、ー、と、今まで私のチャンネルでやってきた書評、結構いろいろやってたんですけどあの、そろそろやりましょうということでやっていきましょう。えっ、ー、と、仮面の告白これは、 あの、三島さんが24歳の時に刊行された、二十じゃない、5歳から23歳までの出来事を書いて発行されたんですけど、あのね、あの、でもこれ仮面の告白っていうタイトルですけど、どこまでがね、フィクションで、どこまでがノンフィクションかわからないですよ。あの、今となっては。 だからね、かえって面白いのはい,いろんなことがあって。で、ここでね、私たちが、まず一番最初に、あのー、知っておかなければいけないのは、これは戦争中だったんですよ。西宮宮は、二十歳の時に終戦だったんで、だから16、十六、十七、十八、十九、あのー、結構まだ、思春期に近い時に、あのー、戦争があった。 で、その、私はたまたまその、直接戦争体験をした人から、いろいろ聞くチャンスがあったんだけども、あの、皆さん多分あの、そういうことはあまりないと思うんで、現実として戦争があって、明日死ぬかもわからない、そういう状況で、何年も何年もいるわけですよね。だから、この本にはそういうことがいっぱい書いてある。それが理解できないと、この本は、 理解できませんよっていう、その辺が一番大事。それであの、パッと読んだ後の感想をまず言いたんですけど、あのね、この作品私昔読んでるんだけど、すごいね、先入感が強かったんですよ。私、何が書いたのか全然覚えてないんだけど、なんか先入感だけが強くて、なんか読みにくいことがいろいろ書いてあるんじゃないかという気持ちがしてたんだけど、そんなことはなかった意外と なんかね、あのー、ごちゃごちゃめんどくさい、あのー、何回も読まなくちゃ、読めないような、わからないような文章を書く人いっぱいいますよね、私たちの前にも。そういうのでは全然なかったもうね、もうすっきりさっぱり、意味が通じるすべてでね、確かに、あのー、比喩がものすごく多いんですよ。ものすごくものすごく比喩が多くて、あのー、パーッとページを見ただけ、ページを見つただけで、そこに3つぐらい。 比喩が使ってるみたいな。だけどね、あの、嫌な比喩ではないそういう何ベタベタした書き方ではないあのね、やっぱりね、あの、何理屈っぽいこといっぱい書いてあるんだけど、書いてあるんだけど、でもね、そこにね、あの、ものすごいなんか複雑な複雑な感情が、こう、ぐるぐる,る絡んでいくんで、理屈はね、あの、嫌じゃない 私は、文体は家ではなかった意外と。で、あのー、もちろんこの仮面の告白の、その告白の意味の一つは、自分が同性愛者であるということですよね。で、そのことについてはチラッ、ちらっと、ちらっと、ちらっとぐらい書いてあるのかな っていう印象があったんだけど、いやもう全然最初から最後まで、あ、自分は男の人に魅力を感じてます。どうのこうの。すごいそれはね、強調されて書いてあった。だからちょっとびっくりした。それでね、女性と恋愛をするシーンがあるんだけども、これはね、非常に強調されてて、ものすごい枚数、この人、女の人、どう、どんなふうにラブレターを渡しましたよとか、 どんなふうにどこへ行きましたとか、すごいあの、長い長い長いページを使って、ものすごい細かく描写してあるんだけども、これは本当のことな,だなのであろうか、どうか、我々にはわからないですよね。私はね、かなりね、あの、格の話が入ってると思うんだけども、それはわからない。でも多分ね、三島さんはね、結構ね、女性と恋愛するっていうことに対して、ものすごいあの、何、あの、 憧れ憧れのようなものを抱い,いてたと思うんですよ。でね、彼がね、結婚した時の写真っていうのを見たんだけど、ものすごい嬉しそうな顔してるんですよ。あ、こんな嬉しそうな顔してる人いるんだな、みたいな。もう幸せの絶頂みたいな。だからね、やっぱり彼はね、結婚した時はね、ものすごく幸せで、た嬉しかった、だと思うんですよ。だからね、彼の中には、これあれですよね、24で観光したけ23ぐらいで変わったのかな 23ぐらいの時から、やっぱりそういう意識、自分は女の人と幸せになりたいみたいな意識は、あ,あ、こんな、こんなにたくさんあったんだな、みたいな。だけど、この本に書いてある、この恋愛は、本当か、どうかは、わかりませんよ。それでね、あの、ここにもう一回書いたんだけど、戦争中っていうのは、やっぱり特殊な時代であるから、何 自分の死彼の死彼の死にやっぱり繋がると思うんですよ。23の時期に経験した、その28歳、16か20歳までの間に経験した戦争というものが、やっぱり生涯彼の中にあって、最後にやっぱり天皇陛下万歳参照して、切腹したわけですよね。だからやっぱりこの戦争体験が、もちろん、その、 サムライスピリッツのために彼は切腹して私たちにはもう分からない彼が何を考えて言ったか分からないけれども私はそれはやっぱり狂気だと思うけれどもそうじゃないって言ってる人もいるけれども私は狂気だと思うそれは何の狂気かって言うとやっぱり昨日読んだんだけどこれ昨日思ったんだけどやっぱりあこういう戦争体験をしちゃうとやっぱり必ずどっか頭のどっかがやっぱり 壊れてしまう壊れてしまって、やっぱり自分の中にその戦争体験がいつまでもいつまでも残って、あの、自分の死につながっていったのではないかと思います。それで、あの、目についたところ、目についた部分をだ、だだってやって,やっていこうと思うんですけど、まずね、有名な、有名な冒頭、 あの、彼が生まれた時の記憶もあるんだよって話で、これも本当かどうかわからないんですけど、僕にちゃんと書いてある。これはね、ものすごく印象的だから、一回読んだら多分忘れない。私も冒頭は覚えてた。それで5歳の時にはもう男性にあ素敵だわという憧れを持ちましたよって。それであのね、あの、ものすごくあの、頭のいい子供だったわけですね。それで、 あの、もっとね、自意識過剰なところが書いてあるかなと思ったんだけど、そうでもなかったそういう部分もちらっとあったけど、そう、そうでもなかったあのね、あのー、子供の時の体験っていうのは非常に強いもんですよね。5歳の時のことを結構覚えてますよね。 まあ、もらった時のことは覚えてないけど、私ね、子供の時ね、ものすごいね、頭が良かったんですよ。今なんか、算数とかもできないんだけど、お客さんにあの、お釣り計算してもらったりとかしてるんだけど、頭がものすごく良かったんですよ。うち兄弟は3人なんだけど、3人とも頭が良くて、それであの、他の子供の言ってることがわかんない ?3 人兄弟で喋れるんだけど、他の子供の言ってることが、 あの、程度が低すぎて分からなくて。でね、そういうことが書いてあるのかなって思ったらね、全然そうじゃない知識課長のことは、まあまあ、時々ぐらい。だからね、それもね、結構意外だった。その、その辺、この辺、この辺はその辺で。で、中学2年の時に初めて具体的に同級生の男性のことが好きになってしまいました、みたいなことが書いてあって。でね、彼はね、意外とね、その知的な、そのインテリの 男性よりも野性的なちょっとあの何何なになにちょっとあの野蛮な感じのする男性が好きなんですってでそれでああだこうだいろいろあってそれであのここにもすでに自分のひ弱な自分が嫌だもっと強くなりたいっていう一言がここにあんまり強調されてはいないんだけどもここに書いてあった私これあの本順番にこれやってるんであの本 買って読んでください。あの、著作権がまだあるんで、引用はできないんですけど、順番なんで、順番に読みながら、あ、私はこう感じました、あなたはこう感じました、みたいな感じで、読書をしてみてください。それでね、あとね、あの、ものすごい面白かったのが、その、西馬さんのセントセバスチャンへの強い憧れこれは、あの、芸のシンボルとして非常に、 あの、言われているものなんだけども、すでにこの23歳のところ、ここにもうそれがもう、わーって書いてあって、はあ、こんな時からこの人はあの姿に憧れてんだんだな、みたいな、もうそれはね、もうもうもう、面白いと思いました。それでね、仮面っていう言葉が、このタイトルにある言葉が出てくるんだけど、3回出てきたんだけど、私が気づいただけで、 でもね、その仮面という言葉にはね、そんなに大してね、象徴的な意味はなかっただから、それもまあ、面白いかな、みたいな感じがしました。皆さん、図書館で買えないで、ご遺族のために本屋で買えましょう。<laughs> 私は新潮文具を買いました。ということで。それで、あの、ここにもう一回戦争っていうことが出てきちゃうんだけど、戦争イコール死ですよね。で、それが彼に言わせると、 イコール感能になるんですってでそれはねやっぱりねあのかなり深い問題で分かんない人いるかもしれないけどあの想像力をたくましくして「あの明日爆弾で一緒なのかもしれない?あの」防空壕とかがあってそういう何そういうところで若い時を過ごしちゃうと。 その戦争イコール死イコール感能感能になっちゃう感能この辺はやっぱりあれですよね。あの、なん、なんていうのかな。あの、健康な精神状態ではないと思う大敗、大敗に行くんですよ。この感、感能から。あのね、私ね、あの、 この格好なんか私勝手に書いてんだけど、あの、直接聞いたんだけども、なんか戦争の時に、あの、爆弾で家が焼け,焼けちゃったんですって、その人。で、その人が、あの、すごい好きだったお人形とか、一番好きだった着物,着物とか全部燃えちゃって、でも悲しい悲しいんだけど、そのわーってこう燃え上がった自分の家が燃えてしまって、その火を見て、火の粉火の粉が落ちてくるのを見て、ああ、なんて綺麗なんだろうって思ったんですって、その人は。 だからね、私はね、それを聞いてあ、やっぱり戦争っていうのはちょっと何、頭が壊れるみたいなのがあるんだな。だから、西村教の,のことを理解しより返しをつるってした場合に、やっぱりこの辺をしっかり押さえないと、なんであの人が切腹して、天皇陛下のために死んだのかそれがわからないこの辺がわからないと20歳の時に終戦迎えたんだよ。そういうことを一生懸命考えましょう。 そうすると、三島のが日が理解できる国のために死にました。だからね、あの、この時期、だから三島の今日やっぱり、あの、検査、賃貸検査とかやって、あの、戦争には行かなかったんだけれども、行く,く可能性はたっぷりあったわけですよね。それで、その、 死に,死に対する思いっていうのが、この仮面の報告服ものすごいいっぱい書いてあって、それで、それはある意味の諦めで、または、またそれは戦争であの死ぬっていうのは、ものすごい憧れる。国のために死ぬっていうのは憧れる。だから、もうそれは何もう死,死はもう諦める、諦めだという。<laughs> もうね、この辺ね,のね、しっかり押さえましょう。 それでね、正常っていう言葉もいっぱい出てくるんだけど、女の人と付き合えるっていうのが正常なんだよ、みたいな。その正常っていう言葉が何回も何回も繰り返して出てくる。これはね、結構ね、あの、印象的だな。と、いう感じですね。で、次に行くと、あの、友達に連れられて、まあよくある話なんですけど、その、プロの女性とやったんだけどもや、やれなかったみたいな。 へえとか思って、そういうのってやっぱりあるんだな、みたいな。それでまあ、そ外まりには、その、女の人と付き合ってどうのこうのというのも、長々と書いてある。それでこの、盗作っていう言葉も何度も出てくるんだけども、これは盗作イコール同性愛であり、 なんだかんだミ,ミケランジョに、ミケランジョルに親近感をいただきましたよ。でも彼の本当に美的観念というのはもう本当にあの、同性愛的な盗作であったわけで。それでね、あの、完璧にネタバレなんだけど、あのね、その付き合ってた女の人がいて、友達の妹さんで、で、その人と長々と長々と30ページぐらいあったかな。長々と恋愛サーキングをずっと書いてて、 それで彼女が、結局自分はやっぱり、あの、女の人と結婚できないって、うすうすうす,うすう感じでいて、で、ついにその友達、妹と結婚してくれないかみたいに言われたんだけど、あ、それはできないって断っちゃうんですよ。だけども、彼女とはやっぱり、彼女のことはやっぱり好きだから、結婚しちゃった後でも、やっぱり1ヶ月に1回か3回とか、どっかで会うんですっ、ね、て。それで3回するんだけども、 やっぱりびっするんだけど、やっぱりその、何その、肉体労働派の、その、邪魔な男の肉体の魅力を見ると、わーってやっぱりそっちの方に魅力を感じて、もう、もう、ダメダメダメ、みたいな女の人はダメだ、ダメだ、みたいな。それはね、すごいね、これラストシーンで言っちゃうんだけど、ラストシーンでね、もうすごいね、そこはね、あのね、 非常にクリアに書いてある。だからね、あの、仮面の告白、私ね、結構若い時の作品だから、そんな自分の性癖とかいろいろ書いてあると思わなかったから、それはね、とてもね、私はね、印象的でした。ということで。それで、あのー、これは、あのー、手記だから、小説ではないんだけども、あのー、厳密に言って、 でもかなりフィクション混ざってると思うんで、あの、あのね、これを読んだ時に思ったんだけど、あんまりね、小説らしい芸術的な場面っていうのはね、あんまりないんですよ。結構さっぱりしてて。理屈っぽいんだけど、ガタ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 、あの、皮膚も多いし。でもね、あのね、あの、ちょっと なんかね思ったよりもねあ、思ったのとだいぶ違う。例えばね、あのこれは手記だけども、例えば他の人の調節と比べてみると、例えば顔をばったりやすなりっていうのは、もう三島さんとものすごいあの私生活でも、そのプロの世界でも、ものすごい親しくて、いろいろ影響を受けた方なんですけど、この カーバ内ス生きのにこのノーメル文学賞を取ったこの文頭文 <laughs> 冒頭冒頭国境の長いトンネルを抜けるとき具になった。夜の底が白くなった。これはね、実に文学的なね小、小説的なね、文章で、虫間さんの小説じゃない。仮面の告白にはこういう文章はなかったこれはね、もうね、あれですよ。 今日の長いトンネルを抜けるとそこはもう雪国だったんですみたいな、こういう感動、そういう文学的な感動はなかったで夜の底が白くなって、もうそこら辺に雪がわーっと積もってたんですっていうその何この一文、一つの文章でものすごいびっくりするような感動、そういう作品ではない それに、芥川龍之介、歯車、私が一番好きな小説なんだけども、歯車とか読んでると、やっぱり、もう死にたい、死にたい、死にたい、生きてるのが怖い、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 そういうところも全然ないし、あの、厚め漱石、とにかく私は最近思うのは、もう美文、微分微の分 美しい美しい芸術的な文章が続いていく続いていくそれがあのいろんな象徴となってまた次に続いていくこのそれ,それからあのいつも私があの引用してるんだけどもこれを読んでいくとそういう何仮面の告白にはなかったような文学的な美しい文が現れているでも それとは違う。わかんないんですよ。あの、西間さんの分担二24歳の時に出たんだから。まだまだこれから変わるわけですね。それでどこで川端康成と出会うかっていうのもね、その辺私これから調べていくんですけど、どういうふうに川端さんの影響を受けていって、彼がやっぱりこのトンネルが、トンネルを抜けると、そこは雪国だったんですね、みたいな。 うういう文学的な文章を書いていったのかなどうかなでもあの今日長くなっちゃったんでこのまま突っ走りますけど画面の告白感想理屈,っぽいか理屈っぽいわけではないすごくね正直に書かれてるんですよそれはね本当のことかは知らないけど正直には書かれてるだけども芸術的な書し方は指してされてない で、ちょっと見ると、単純的で大変的な箇所が多いから、あの、芸術的に思えるんだけど、実はそれほどでもないそれで女性との恋愛について、あだ、あだ、あだと30ページぐらい書いてるんだけど、そこまで長さ必要だったのかなということを私は感じたんですこのここまで細かく言うほどの、そういうあれだったら、もう少しあの、 野性的な男性との,あの関わりを私すいません不助子なんで言ってほしかったなと。でそれでなんだかんだ言ってやっぱり男性に惹かれていく彼はそれでねこの人のねこの人の素晴らしいところはね実生活ですよね実生活どうやって人生を送ったかってことですよね。ああして生まれてああして作家として活躍し映画を作って映画に出演し。 劇を書きそして英語も堪能で外国のテレビにも出演しそういう人があんな死ぬ方をなさるということでもう私たちあの文学をやってる人間にはもう本当に本当にあの素晴らしい人生素晴らしい生き様素晴らしい死に様 あのし人さんも、何とか私たちは理解しようとしてるわけですよね。だから、とにかく、勉強する今回の勉強は戦争のこと勉強しましょう。それから、あの、なんせ、三島さんっていうのは私は思うんだけど、あの人はね、生まれてコロナが早すぎたのは確かだけども、今生まれても、 将来、未来に生まれても、いつ生まれても、やっぱり私はね、ああいう死に方をされた方だと思うんですよ。私はね、それは絶対主義、真実しとうとして私は思う。だから、あの人が何、何何を考えたのかということを、皆さんで、ね、考えましょう。それでは、また。